はい、じゃあ,あ、皆さん、戻ってきていただきましたね、えー、前半でやっぱりかなりカオスな状態であるということは、まあ、共通認識できたかなと思うんですが、あの私自身のちょっとお話からさせていただくんですが、やっぱりあのこの4年間、僕はあの原発事故に対しての。 非常に憤りとか、不条理とかね、たくさんあったもんで、Facebook を中心に、もうガンガンいろんなことをやってきたり、発信したりしてきたんですけども、やっぱり、堀さんがさっき言ったように、ぱ叩いてるだけでは、周りもやっぱり、なかなか動かない、でやっぱりその分、いいこともあって、くっついてきてくれる人たちもいたけども、離れていく人たちもたくさん増えて、で時間の経過と,とともにやっぱり熱が冷めていっていると。 で前回、この2年前のイベントに来てくれた方がほとんど入れ替わっているという、まあ、さっきちょっと僕びっくりしたんですよお一人だけ来てくれたとかね、まあ、スタッフの方々はそう、あの前回もご一緒でしたけど、やっぱり変わってきてるということは、今回、逆に来てくれた人たちの方がというか、あれだけど、やっぱりその長い時間、危機意識を持ってきてくれたのかなと、で忘れることは悪いことではなくて、今回来れなくなっちゃった人たちが、行けないんだっていうのも、またさっきの同じ誰かを叩く図式になっちゃうじゃないですか。 だからそうするとまあ全く解決にはむあの結びついてないなという実感をとても感じているので逆にまあいろんな問題があるけれども、えー、考えるフェーズからもうアクションするのに、まあ、どうやって動いたらいいかわからないからやっぱりその前に進めていくためにどうしたらいいのかっていうのを僕も知りたいし皆さんんとも共有したいんですねでその辺りではじゃあ監督 どういういいいいにやっていけばいいですか例えば、まあ、いろんな問題があるんだけど僕自身は個人的にはやっぱりその先ほど出た民主主義民意という形でみんながじゃあここにいるみんながまあ折り合いがつくよねっていうのをどういうふうに実現していくかっていうのをやっぱ作っていかなきゃいけないと思うんですよ今はバランスがちょっと悪いと僕自身は思ってるんですねただ全然悪くないよ今は,今はいいじゃないとオリンピックまで経済発展していって原発もまあ再稼働していくのが やっぱり発展の道だという人もいるしそういう人たちとやっぱりつき合わせてでもちょっとここはこうだああだっていうのをやっていかないといけないと思うんだけどできてない気がするんで、うん、やっぱり民主主義の仕組みはやっぱり僕らが学んでいくのがいいかなと僕は思うんだけど監督はどうですか何どうしたらいい い難しいですけどね、<laughs> だからさっき、いやいや、さっき、他人の痛みっていう言い方しましたけども、原発にせよ、沖縄の基地問題にせよ、加害の歴史に向き合うにせよ、全部その他人の痛みに対するあの想像力の欠如だとは思うんですよね。で あのー、宗教的なその真理の問題という話うん、なんかね、あ,あのー、いや、なんかね、その何が言いたいかというと。お 他人事をいかに自分事にするかっていう話につながってくるんですけどね<ー>我がことの問題にするっていう、はい、あの原発の僕のね映画の時にもいつもねこれは福島の事故じゃなくて、うんうん、我々の事故なんですよっていう方はよくしてるんですけれどもあのスーザン・ソンタグという僕がとても大好きな哲学者で思想家の女性がニューヨークにいたんですけども彼女の本で「Regarding the Pains of Others」って他者の苦痛への眼差しと。 いう本があって僕はおすすめなんですけどねすず、うん、書,書房で出てますがあのはいピケティのねでそういう <laughs>。 そ,そこであるのがそれは写真論なんですよ戦争の写真論で写真イメージ一般って考えてもいいんですが戦争の写真ってこう、えー、誰々が虐殺された写真とかどっかで今だったらシリアで空爆があったとかいうような写真があってフェイスブックでこの頃出てたりとかもするんですがわあそれはかわいそうだなっていうようなところが出るじゃないですかでその戦争の写真っていうのであの人の同情を呼んでかわいそうだって思わせる写真っていうのは。 その瞬間に疑った方がいいっていう本なんです。<ー>で、戦争写真っていうのは、実はあのベトナム戦争よりも前はずっとあのやらせだったんですよね作。作られてたプロパガンダだったんですよ。うん、あの、アメリカ軍とか日本でもそうですけども、軍専属の写真、カメラマンがいてカメラだって。高い機材でしたからで、そこであのみんながバ,バババってやってるところとか、または殺された。人間に対応はもう伏せてるのをちょっと。 ひっくり返してあの顔が見えるようにしてすごい血まみれになってるのを強調して撮るとか、うん、そこも演出があったっていうのは、うん、有名な話なんですけどベトナム戦争以後、あのー、ワーフォトグラファーって言ってそこでもう現地でフリーランスで行くような人間がどんどん出てきてうん、うん、ねボンってそのまま出すような写真もねでインディペンデントで出るようになったんですが <laughs> そこで <laughs> あのスーザン・ソンタクが言ってたのがあの人間の同情を、うん する気持ちには同時に欺瞞があるって言うんですよね同情には欺瞞がある同情には欺瞞がある これは僕はあのずっとなんとなく感じてて原発以降福島のドキュメンタリーとかいろいろ見てるときになんとなく感じてたんですけどその菅タこの本読んでたときにあこの言葉だっていうふうに思い当たったんですがつまりそのあこの人たち被災されててすごい大変だなお気の毒だなと思って涙流すとかねその親子者だったりしたら僕だって泣いちゃいますよそういうときもあるんですけどでそういう思いがあって。うんで テレビ消すすじゃないですか福島の事故があってそしたらお風呂入ってビールプシュって開けてちょっと飲んで、はい、そしたら寝ようかって言って寝てそしたら次の日忘れるわけですよ、うん、やっぱりで、あのー、同情する時っていうのはそれを他人事化するってことなんですよね距離を取るってことだと思うんですよ、うん、そ,れそう僕は思いますしスーザン忖度もそう言ってたんです他人事化してその中で自分の中で落ち着きどころを見つけるってことなんですけど、うん、実は 同情というような、あのー、ところでとどまってはいけなくてやっぱり、あのー、その背後にあるものに想像力を羽ばたかせなきゃいけないと僕は思う、うん、どんな暮らしをしているのかどんなあ環境にその人たちがいるのかということを考えていかなきゃいけない、うんうん、それがやっぱり他人の尊厳を考えることだと思うんですよね。他に同情してだから あるんですよ本当にそれはぶっちゃけた話僕がテレビとかのドキュメンタリーも撮るんですけどもそういう時は、えっと、福島の人とかあの東北の人とかでやる時に「え誰が一番ひどいのだ一番ひどいので行こうよ」みたいなとこと言うんですよ。 ディレクターとかは、うん、一番ひど,いひどい人で行くと一番ガンといけるメッセージがあるってじゃあ一番ひどい人誰っていうも人手なしの会話ですよねでそれで行こうってこれ強いってえこの人誰に家族死んだのあ死んでないんかじゃあやめとこうとかそういう話にな,るなってる時があるんですけどそれはどういうことかっていったらやっぱり同情作戦なんですよ同情、うん、を揺れ動かすために行ってるんだけどそこにはやっぱり疑問があるんですよね。うん、本当は ね、あの家族を失ってないけれどもものすごい大変な思いをしている方とかもいるしそこに我々は想像力を発揮しなきゃいけないわけであの向こう側にいる人たちにいかに想像力をやっていくかという問題が常にあるんですよあのイスラム国の後藤さんの事件もありましたよねあの,あの時でも僕はやっぱりずっと違和感を見てて思ったのは日本人の2人のことに報道が集中するわけですよ。だけどあの時に シリアに対して、まあ、ヨルダン人のパイロットが殺されたというのもありましたけどもアメリカ軍が、まあ、アメリカ軍プラス有志連合という言い方をしてたんですがものすごい空爆をシリアにしてたり。 でイスラム国のいるというところでもあのそういう名目で,です、ねまあ、これもオバマ政権は集団的自衛権という言葉を使ったんですけどね、うん、これもまた危ないんですよ安倍政権もこれ絶対乗っかると思うんですが集団的自衛権という名のもとにイスラム国をやっつけるということで思いっきり空爆してシリアであの何千人という方があ死んで、えー、十数万人という方があの家を失ったんですよ。うん で難民になって、えー、トルコ方面に行ったりとかしたんですけどその報道一部ありましたけどもう比率で言ったらたかが知れてるわけですよ、うん、これはもう道場のロジックですよね道場行く方にわっと行って道場行かない方にとかは自分他人事に関してもほったらかしなわけですよここがね僕はおかしいと思うんですよねもう少し できるだろうと我々もう少し考えれるだろうと思っててそれが、あのーまあ、戦争に関しても原発に関しても向こう側の人に対して、えー、想像力を、あのー、羽ばたかせることということが、うん、あ,あるんじゃないかなとそれ、まあ、当事者意識ということに戻ってくるんですけれども、うんあのー、戦争をね 今戦争をしやらない国っていうふうにしたいっていうようなこといろいろありますけれどもあの戦争をやらない国っていうのに一番近い教育方法っていうのは本当に戦争になったらどう思うかっていうことを徹底的に考えることなんですよねだからそれは映画っていうのはとても強いものですしやっぱり、ね あの先ほどのホロコーストの話もありましたけど実際にそこに行ったかのような感覚に自分を思いっきり浸してみて、うん、それで同情ではなくて我がこととして考えた時にそれをやるかやらないかっていう判断が最も必要それが、まあ、主体的な判断だと思います。ほその先ほど言っった大島がが被害者意識ばっかりいくのが絶対 日本は良くないっていうことをあの継承ならしたのと全くつながつながってくるんですけども、我がこととして考えるっていう作業っていうのは単に同情じゃないんですよ、ねうん。なるほど。ちょっと観念的になりましたけど。いや大丈夫です。意識の問題っていうのはまず僕も本当にそれ大事だと思うんですけど、<laughs> まあでもなかなかそれが実際できないっていうあの想像しない人がまあこれだけいるんだなっていうのも僕はちょっとびっくりなんですけど、堀さんはどうですかその意識の問題で。 やっぱりこう心がけていけば何かこ,うこれから解決していくのかもしくはまた別のアプローチがあるかなそうですね、まあ、2点、まあ、メディアの話も出たので、はい、あのメディアがそういうい、まあまあ、まあ視聴率が稼げるとか、ね、部数が稼げるとか、うん、ウェブだと再生回数が増えるとかそういうふうに流れる根幹は誰かということも考えたほうがいいと思いますね。うん メディアとか社会の政治っていうのはその国の民度に反映するということはこう冷静にあの考えた方がいいと思うんですで僕もニュースウオッチ9やってる時に絶対トップに海外のニュースが来なかったんですねで海外のニュースをやるとどうしてか視聴率が落ちるからだということなんですでだからまあ,あの国内のじゃ不祥事をやろうとかそういうニュース横断ーーに変わっていくんですねで いや、とは言っても大事だろうと思って、やるんですで。結局やっぱり数字は出ないんですね。意味は関心がないんです。はい、で、結局だ。数字が悪いと、なんかこう継続して発信できないと。うん、だからいつか。あった あの大事なことを言うためにこの場が必要なので継続的に見られる状況を作っておかないと自分たちの発信自由にできる場がなくなってしまうのでまあそこでまあ恒常的に常に平均点のいい番組を作るってことになってまあ視聴率がっていう話になっていくんですけど誰が見てないのかっていうこともやっぱりすごく僕は問題だと思っていて。なのでその要は つまり何を言いたいかというとそのさっきも言いましたが誰かのせいにしていては何も変わりませんという話なんですね、うん、でだから自分ができることをアクションしてやっていくことでもう一つは急には変わらないということを、はい、あの思っておいたほうがいいと民主主義はあのものすごくじめじめしててですね、うん、であの進まないんですよだそれはそうですよねみんなで意見が違う人たちが合議するわけですから、うん、でそこで決めていくわけですから。 だからそんななすぐ決まりっこないんですでも、これをいきなりこう革命を起こすかのように急激に変化させるとその必ず大きな反動があって次の混乱が待っているわけですね。で、一昨日ですよね、チュニジアでも,、うん、もう3日前になりますか、えー、チュニジアでの、ね、大きなテロがありましたけれども<ー>チュニジアはまあアラブの春の一番まあその起点にもなったはい、はい。 え場所ですね2010年の頃からまあ大,大規模なデモが発生してで、まあ、その2011年に飛び火していく起点になっているわけですけど当時まあアラブの春もですね Facebook 革命だ、ねうん、SNS 革命だみたいな形で、えー、民主運動があって、ね、称えられましたが。 あれからまあ4年たってです、ね、エジプトの現在の混乱ぶりもしっかりですよ、えー、中東の各地の今の混乱ぶりを見てもやっぱ急激な変化っていうのはです、ね、やはりそれなりに大きな反動を伴うわけです。うんうん で果たしてそれが本当に民主,主民主的なのかどうかっていうところが、はい、再びこう検証が必要な時期に来てるわけです,そうですね。なので民主主義っていうのは基本的には進まないで,、うん、でもその中でそれぞれが努力し合って少しでもいい世の中を作りたいって思ってるそのバランスがすごく大事なのであって誰かが放棄してそれはいいと、うん、もう面倒くさいから時の権力者の好きなようにやってほしいっていう。うん 丸投げしているような状況は最も僕はこうあの残念な状況だと思うので、うん、うとにかくこうそれぞれがあの請求な結果が求めなくてもねその自分がこう従事しながらもう考えてる状況っていうのは必ずあの将来的な、ね、あ変化につながるんだなっていう思いで、えー、一人一人が、うん、あの社会に関わっていけばいいじゃないと。うん なん,かえー、なんでこんなに考えたのに何も変わんねえじゃん、はい、もういいよってなってしまうとですねそれはもう結局思うつぼでなのでそれぐらい広く構えることがまず大前提なのかな、うん、と思いますね。ねさんはどうですか今あのちょっと意外だなと思ったのは船橋監督と堀さんがわりとこうやっぱ精神的なお話をされたじゃないですか。かまずそれは大前提だとは思うんですけど ケンさんはどう何か解決の糸口って、まあ、意識を変えていくっても,もちろん大事だと思うんですけどでも変わらない人も実際にいるなと僕は実際思っちゃってて変わらないやつは変わらねえだろうってまた怒りたくなっちゃうんだけど怒っちゃいけないなってそう,そうですね日々日々反すしながらなんですけど <laughs> うん、うん、でもそうですね怒り、うん、ケンさんにしてももっと大変なわけじゃない俺こんなんなな大変なのに 再稼働、もねねだろみたいなでそうす再稼働、まあ、原発推進自体は、まあ、それこそ冗談じゃないっていうかね、まあ、何を考えてるんだって思うし、えー、当事者の身からすればそれこそ被害者放置した状態でどういう方向もないですよね、今の方向に行ってるるていうこと自体みんな怒りを持たなきゃなんないだろうと思ってます。うんうん ただその怒りだけを前面に出してこう声を上げていったところで行政が果たして動いてくれるのかって避難元の自治体はそれに声を耳を傾けてくれるのか福島県どうだっていうところを変えなきゃ自分たちの状況が良くならないっていうことが現実はあるので怒りはもちろんこう腹にね常にある状況ではありますけども。 やっぱりその方向を変えるためには協力を得なければならないっていう、うん、じゃあその協力を得るためにどうするのかどうしても原発問題の場合だとその帰還したい人たちそれから 長期的な避難を考えている10年後、15年後、20年後ぐらいを見越してその頃に帰れるようになったら帰ろうかなっていう,ふうに考えている人たちと、うん、あとはもう早い段階からじゃあ次の人生を自分で作るんだっていう一回ゼロからでもスタートさせるぞって思っている、うんえー、移住を選択する人たちっていう、うんはいで。そのの比率っていうのはあのー 帰還して、まあ、復興って言いますけど復興じゃないですよね、元の形の町には決してなるわけがなくて、うんうん、本当に町民のそれぞれの町が20%ぐらいの人たちが戻ってあとは原発収束作業関連の人たちがそこにいる町ができるわけだから、うん、あの復興じゃなくて再興なんですね、はい、じゃあその20%の人たちのための町をどういうふうに作るのか放射能に対する影響に対してどう、えー、担保しながら。 行政のシステムを作っていくのかというところとそれからまあ長期避難する人たちがいずれどこかで決断をしなきゃならないでしょうしそれに対する手当とそれから移住早期にも再建するんだという人たちのための施策をどうやって実現するのかそれの財源だって町は配分してこう決めなきゃならないそこにどれだけ町民の声を反映させるかそのディスカッションをこうきちっとやっていくという。 それの繰り返しななんだなって今はもうどうしてもやはり帰還の方向にばっかり行ってしまっていてえ国の方針に沿ってそのまあいわばえ福島に限定される話じゃないですけど被害者に対してはまあ切り捨てるっていう国のために切り捨てるっていうかねそういう方向で物事を決められてるなっていうところをどうやって変えていけるのかなっていうことの取り組みをまあ日々っていう感じですね。だからまあそれ変えるのにその ちょっとだけこう証明とかの話をしますけど,どあの、まあ、原発事故被害者の救済を求める全国運動ということで、えー、今、原発関連でその出てきている問題それに対応してこう請願をするということで署名をしているんですねで全国各地の任意、えー、団体 NPO だったり、はい、それそれ被害者当事者団体だったりというところが連携してあの <laughs> 集めているんですけど 日、うん、あの,ー、今日あのそちらにも持ってきてあるので、もし後ほど、ぜひご賛同いただければ、記入してもらえたらとは思うんですけどねぜひお願いします、ととても大切なことですよね,ねうんちょっとね、後半でもだけど、皆さんのお話と、ちょっとこうクロスしたような感じで、うんそう、なんかちょっといいかなと、今思って。 皆さんの中でこれからこうした方がいいという考えをお持ちの方がいればぜひお,お伺いしてゲストかなともお話しできればと思うんですが短めに、ね、あの皆さんの思いを語る場所ではないのでどうしていくかという前向きな話をなるべく効率よくしていくはいとに <laughs> かくメディアをですね 新聞テレビもう私聞いてる人10人中10人100人中100人みんな言ってますテレビが言ってるんですます新聞、はい、あのテレビ、うん、でこれをそのもうどうしたらみんな分かってもらえるのかっていうん、のが一つですね広報、はい、工作するっていうとそれ、はい、からもう一個はですね、まあ、中小のですね反安倍政権の団体っていうのは結構ある日本人いっぱいあるんですようん、うん、でそれをまあ著名人の方もも含めても えーまあ何らかの形で連帯していくとか、うん、今そ、交互にやってますよね、うん、それじゃなくて、何とか著名人の方も入れて連帯していくとか、それで、まあ、大きなデモにするとか、はい、一つのデモ、何千台じゃないですか先生、それをもっと巨大化していくとかですね、はい、そういうことをちょっと2つつ、メディアというところでは、まさに堀さん、そういう意味では <laughs> 頭をつけてすね。そうですね これもよく言う話なんですけど基本的にあのメディアは信じる信じないの対象にしないということですねまず前提として、はい、大前提としてあの例えばよく記者クラブ批判みたいなことがあるんですが、ねうんまあ、記者クラブの情報、ね、ばかりでなんだこれはっていうふうな意見もある一方で逆の見方をするとあ観光庁がこういうスタンスで発表するんだなって知る資料としては。 もすすごくまとまとってる資料なんですよ、ね、んあこんな言い方するんだっていうのをまとめて読むにはすごくいい媒体ですね。えー、それはそうです発表物原稿ですから自分で発表物のの,あの PDF ファイルとか引っ張ってこなくても見られるわけですから。で一方で今メディア環境がだいぶ良くなってきて他の情報もいろいろ手に入れられたり並べて比較もできるようになったわけです。 でつまりどういうことかというと日本人はですねやっぱりメディアに対する信頼度が高いでそれは自分のやっぱり身を預けすぎてるんですね。で要は信じる対象としてのメディアっていうのがあるわけですけどそもそもメディアは信じる信じないの対象じゃなくて、はい、こういった人物がこういうことを言っているっていうそれを手に入れるだけのツールなんですね。 だからそれを信じるわけじゃないですあこの人は嘘を言ってるかもしれないけどこの立場の人はこういう情報の出し方をするんだなってことを知るわけですでそのためにいろんな隠しがあるわけですね、うん、でアメリカとか、まあ、欧米とかでメディアの信頼度調査を取ると大体3割とか低いんですよ、うんうん、で日本で取ると6割とか7割とか高いんですよだから日本のメディアが優れてるかっていうとそういう話じゃなくて、うん、日本人のリテラシーが低いと思った方がいいと思うんですね,ねつまり 要はその民主主義をまあ先に手掛けていったあの国々ではそんな当局の発表やあ,のある大きな組織が全くフラットな情報を出してるなんてありえないじゃないかとそれはさっき船橋さんがおっしゃったようにあるその情報っていうのは誰かが加工してある特定の意図を持って出してるんだからその意図を一体どこの誰が出してるのかっていう知るツールとして俺は使ってるだけなんだっていう話なんですね。逆に 日本の場合ははいやメディアはフラットであるべきなんだ中立であってほしい事実を正確に述べてほしいだって信じたいからっていうすごくじめっとしているもんがあるんですけどそれで、ね、裏切られるとああもうなんか信じてたのに絶対に許さないもんみたいな感じになって <laughs>、うん、もうメディア憎いみたいな話になるんですけどそもそもそういう対象じゃないんだということをやはりこう認知したい。であのド,ラドラマ,ドラマ とかね、こう見始めた時に大体いい僕らがドラマにのめり込む瞬間っていうのは登場人物の、えー、それぞれのキャラクターが、うんえー、よく分かってそれぞれの人物の相関関係が見えた時にメディアあのドラマにのめり込むわけじゃないですかあこの人はすごい悪い人だけども、うん、え一方でこの良さそうな人とつながってるのああ主人公知らないんだ大丈夫かなと思って見るじゃないですか。 で世界のニュースもそういう観点できちんんとと見,見たらいいと思うんですロシアと、ね、アメリカ、中国、こんな関係日本があるあどこがどうつながってるんだっけあでも、この部分ってよく知らないなどういう情報があるのかなこの空白、この人物とその相関関係調べる情報どこから引っ張ってこようかなだからそういう宝探しするみたいにしていろんなこう情報を埋めていくっていうでもそれはその信じる、信じないじゃなくてまずその自分が考える上での設計図をまず作ってみようっていう。なるほど なので、うん、あのまあ、それは大事頼るなってことですね。それ大事だと思います。ね、でそ,それでその要はメディアが書いてないそういう見方をしていくと出てない情報がどの辺かなっていうのがなんとなくですね。うん、なんとなく言ってないなここわかんないなっていうだからそのわかんないのここだなっていうのを皆さんぜひこう探していってほしいんですよね。だからそういう関わり方の方がいいと思います。あと。 えっと今、反安倍政権を結集せよっていうのがありましたけど僕は実を言うとそんなにですね権力者が変わっても何も変わらないと思ってます、実を言うと大きくは。それは市民社会が変わらないと何も変わらないからですね。と思いますよ。なので僕はその大事なのはこういう場、地道なこういう場をきちんと。 してうん冷静にね、うん、か議論をしてみるっていう場を作ることが大事で欲、うんうん、を言えばですよこれは僕のすごく今掲げている近しい距離での目標なんですけどここ横浜からでもいいと思うんですけどねあ日本にこうパブリックミーティングっていうのを作るっていうことなんですよ、うん、パブリックミーティンね。これ何かというと当事者同士が参加し合って、えー、議論して課題解決課題の解決策を 見出して、それを実行するっていうための会議で、うん。うん、で、これは、その、例えば、まあ、えー。アメリカとかでもですね、なんか社会、その地域で問題がボンと起きると。行政。当事者、住民。で。NGO、N. G. O. N. P. O. いろんな人がバッと集まって、徹底的に議論するんです。うん、で、その議論して、それはファクトベースで、いろんな、我々こういう情報を持っているとい差し出しあって。で、その情報を。そこで出た課題を持ち帰って。検証して。うん 同じメンバーで第2回が開くですねなるほどでそれはずっとインターネットで公開されてるんですでそこで決まったことがいろいろ各省で実行されていくんですでそれは同時ですよ行政も実行するし市民団体側も実行するし企業側も実行するしだってそういう話したよねっていうことでこれが一つの民主主義の形としてね大事なんですよ、うん、じ,ゃあじゃないと進まないからっていう我々にできることる一つだよねパブリックミーティング、うん あのいわゆる、まあ、市民ベースですけどこ,のここに例えばじゃあ,あのエネルギーの話でもいいですし何でもねいいんですけど、うん、その当事者たちが入ってきてでちゃんとした今日柳澤さんみたいにファシリテーターが1人いてですねファシリテーターがいない説明会議論の場ばっかりですよねこう仕切ってくれる人いないんですだからこう一方的に行政の都合のいいことだけ言って、うんえー、終わりとか。うん なだからファシリテーターがいて当事者が周りにいて、うん、でそれが何回も継続して話し合えるっていう場を磁場の方から作っていくことの方が堀さ、うんフファァシシリリテテーーーータタやりそうですこの前あの堀さん2月に吉田町というところで、うん、友人今今日来てくれてますけど、うん、友人らと開催したデモクラシー道場にも来てくれてうん、うん、あ,あれは。 無関心な人たちばかりじゃなくて、ええ、デモクラシーということだからその、うん、いろんな思想の方が来てくれたんですね、ええ、ですごく活発な議論ができたんででも堀さんだけ頼ってもいけないなっていうふうに思いつつ僕らだけだのあの時もねすごいいいファシリテーションしていたの角野君という角野さんしてあのメガネの、はいたんの今。はい だからそれぞれでファシリテーターを育ててファシリテーターが各地域で議論を始める空間を作るっていう、うん、だから僕その反安倍政権を結集させるじゃなくて反安倍勢力も安倍支持勢力も、うん、そしてせ地域の政治家与野党も全部集めて集会をするっていう場をどう全力で作るかっていうのをやった方が 何か問題エラーが起きてるところが改善するんじゃないかなって思うんですだってなんかもうやだなと思って政治に期待してトップをさんざんすげ替えてねんなんか前進しないですみたいなのってね別の方法をすごく探っていきたいなとただ今の政権のやっている方向性っていうのは 僕らもうノーコントロール状態ですようんなんかもう,もう見てるしかない,いかどんどんがっちゃってますからね <laughs> どうすんのこれっていうあれでも前回僕ちょっと印象的に残ったのは船橋監督がドイツには市民オンブズマンみたいなのがあるっていうお話されたんでしょう、うんうん、憲法に合ってるか合ってないかってすごくしっかり見るとはい、はい、あれはどういう市民が自,殺的自発的に作ったものなんですかそうですね、うん、であのいくつもあるんですよ、はあ、でそれは別にドイツだけじゃなくて、うん、アメリカでも全然ありますねなるほどであの そこの根底にあるのは僕ね性悪、あのー、説だと思ってるんですよね性悪説あ<ー>人間はどっかでちょろまかそうと思ってるうん、うん、どっかでズルをやってやれと思ってるううだ,っだからみんなでウォ,ウォッチドックって言うんですけど監視しなきゃいけないあ<ー>あのアメリカで僕がいた時にその環境問題のドキュメンタリーを撮ったことあるんですけど、はい、その時に EPA って言ってえー、っと えー、環境省,環境省アメリカの環境省のところに行って、うん、あの話聞いてたんですがちょうどその時クリーンエアアクトって言ってこちらで言うと大気汚染防止法にあたるものがあるんですがそれをあのエクソンモービルとかですねグローバル企業がいっぱいーー石油をこうガンガン出すわけですよあの、えー、温暖化ガスをね、うん、そこをどうやって、えー、環境省が取り締まるかみたいなことがちょうどそれクリーンエアアアクトが出る時だったんですけどもいろいろ聞くともういかにその 法律を骨抜きにすするかっていうことででみんんなな全力なんですよロビーストが毎日ロビーストが来てこれをここをここをこうね穴を作ってなんとかここでねじ込んであのちょっとは出してもいいようにするっていうのをみんなものすごい全力でロビーストがいるんですけど面白いなと思ったのがその EPA がねその骨抜きにするっていうのはもうみんな折り込み済みなんですよでそれをさせないためのウォッチドッグの第三者機関が1つじゃないんですよ3つぐらいあるんですよ。 でどういう仕組みにしてるかといったらこのウォッチドックの機関が監査機関がこの EPA のズルを見つけたらこいつらの給料が上がるんです<ー>で、こだ,だけどこいつらだけだったらこっちが取り込むからそしたらこのウォッチドックをウォッチするもう一個のウォッチドックがあってここで悪さしてるのを見つけたらこいつらが給料が上がるさらに、ね、もう一個あってここをウォッチしてそれで三つ目も、うん 給料が上がるというシステムをやって、ね、互いに互いの荒探しをするとお前らズるすんなよっていうことうただからあのただ互いの緊張関係の中で、うんね、人間がこうやっぱりもう、ね、外堀を埋められて正しい道に行くっていう方向にせないと。うんうん それぐらいしないと人間はまっすぐ行かないっていう。要約説。そうなんですよ。<laughs> やっぱりだから選 <laughs> せ選挙だけじゃないっていうね関わり方をやっぱり相当こう多重的にこう<ー>そう構築していくことがやっぱり大事ですで、ねで。今の議論すごくいいと思うんですよね。うん、いろいろなアプローチ。ちょっとあのじゃ時間もあれなんでももう二十 <laughs> 時五十分ですからねすごく盛り上がっちゃうんですよ。はいまだもう一人二人方。 先ほどです、ね、あの船橋監督からあのこういう話ができるのは、ね、かっこいいよねクールだねっていう話があってで僕らはそれに一番共感しましたですから皆さ,んあの皆さんはかっこいいんだっていうことを、ねえー、と思いましょうっていうのがまあ前提なんだけど、ね、今日は、ね、映画の話をやっぱりすべきかなと思ったんですけど「あの双葉から遠く離れて」ということあのタイトルを聞いて映画の好きな人は、ね、ベトナムのことを思い出したんじゃないかと思うんですね。 でこれはあの「ベトナムから遠く離れて」という映画が60年代にあってでそれはあの、まあえー、とヌーベルバングとか何とかって言われた時代にあのアラン・レーネとか、えー、とゴダールとかああいう人たちが集まって作った映画だったんですねでそのベトナムのことを問題にしたオムニバスの映画だったけれども内容まで、ね、見たんだけどなんだかもうよく覚えたらん,んやらかんやら難しい映画だったでだけど大事なことはその時にその世界はそのベトナムのことを語ることが あらゆる問題を解決することになるんだっていう意識があったんだと思うんですねで特にこれは知識人の問題だけどその倫理というかですねであるいは生き方でその問題は単に政治の問題を超えて例えば男女の問題まで広がるだろうっていう意識があったんだと思うんですよで今その私たちのこの周りでそういう問題が見当たらないという問題があってでそれは柳さん吉沢さんがおっしゃったようにさっきのマトリックスの中のどれに行ったらいいかって分かんない。 っってていうのがあってだけど私は個人的にはそれは原発だろうと思うんですねそれは最も本質的な問題だからただもう一つだけ言うとあの僕らたまたま僕近所に住んでて横浜のものなんだけども私たちは実はちょっと別のことがあってそれは東アジアの問題についてやっぱりやりたいっていうのは私たちのこの横浜の人ほど 韓国、えー、中国の人たちとうまくやってきた人はいないんですよ。ここは多分横浜市。一番エリアとして多いあたり。はい。民間の本部があるじゃないですか。うん、たくさん立ってるしね。で、日本の中でいろんなネットのあの,んなの持ってないとかいう人たちに俺たち違うぜ。で、横浜は今フィリピンやマニラディッシュの人たちもたくさん受け入れてってね。で、アジアの人たちと一緒にやっていく街だよ。で、これはね、やっぱりちょ市民として。 何かの形でね。とうんということで、もしになったら後でまた皆さんのお考えを。はい、今53分ですから、もうおしゃりは1分,分ぐらいでまとめていただいて。うるさくてすいません。もうでもね、僕も心苦しいんですよ。もっと話あざまでしたいぐらいなんですけど、まあ会場の関係上1分ぐらいで。 はい、あのー、まあ,あ自分たちにできることっていう話になってくると思うんですけれども、あのー、さっきおっしゃられたようにそのねえー 外国の席の方とか、あとまたは自分と違う人たちをいかに受け入れるかっていうことが、うん、今、ね、ヘイトスピーチの問題とかもありますしそういうのがすごい課題になってくると思うんですけれども、あのー、さっきの関連でやっぱり他人の痛みっていうところにつなげて話したいと思うんですがやっぱり、あのー、向こう側を想像する力っていうのを考えたときに、うんえー、具体的にはまあさっき堀さんが言ってましたけれども無知を変えていくと。うん 自分で知ろうとするっていうことっていうのは、えー、向こう側をしあの想像することのいうのはそれを挙げてしまうと例えばシリアの空爆された人はどうなってるんだろうかって考えることとか、うん、あとは南京大虐殺で被害者の方の人たちはどう考えてるんだろうかということを自分でサーチしてみて本を読んでみるとかいうのもあると思うんですよ。 で僕がやっぱりつい最近読んであの痛く、まあ、1年前ぐらいなんですけど感動したのはやはりあの「生徒侵略」っていう本があるんですけれどもあの京都の方の出版社が自費出版で出してるんですがあ従軍慰安婦問題で、えー、従軍慰安婦に関わった人たちの,、えー、おあの日本側が多いんですけれども向こう韓国側中国側っていうのもちょっとあるんですけれどもそこの人をこんな分厚い本でインタビュー集なんですよ。いっぱいこれはももう老作ですものすのごい 人数聞いてるんですがそこで話を聞いていくとやっぱりあの毎日どういうところでやったかどういう人が引っ張ってったかってで強制だったか強制じゃなかったかっていうのを、はいあのー、よくあの話で出てきますがそれよりも。 強制じゃないんですよそそもそもなぜかといったらいい仕事があるよとか面白いことがあるよって内容何も言わないけどお金だけけ言ってて連れてきたた人とかたくさんいるわけですよそういう,こう最初にうまいこと言ってダマくらかして連れてきた時のやり方とかやり口とかそういう当事者から聞いてたりとかでその時にどういうお金を渡したかっていったら「群票っていうんですけどね。 でその結局、慰安婦になった方、まあね、慰安婦って問題言い方も問題あるんですがそこでなった人たちに、えー、どれぐらいの軍票っていうのがもうトランクの山盛りになってた軍票があったよっていうのそれが結局戦争終わったら何も一戦にもならなかったとっいうのは、うん、ものすごいリアリティがあるんですけれどもそれをこう読んでみるだけでものすごい勉強になる。 プラス自分の知らない側に対して知ることができるからなんかその地に足つかないで「あの自分やヤはダメだ」とか,なんかこれ「これはダメだ」ってこうねこう叫んでるだけじゃなくなるんですよ。もう自分がこう第一次体験者の本を探し出して自分で読んでるからこれおかしいんじゃないっていうやっぱ自分の考えに地に,地に足がついてくる。でそのの地にに足がついてくくる具体的な証言に基づく自分の知識を 具体的に人に伝えていくっていうことが、はい、あ個人にできることじゃないかなと思うんですよね、そ,ねうん、それが主体性になってくると思うんですよ、いつまでも被害者意識でなんか文句ばっかり言ってるんじゃなくて、うん、自分でも調べちゃう、いいい、いとと思ううんですすよねはい、ありがとうございますいさん僕もあの中,学中学校から横浜なので、まあ、あの<う>超地元ですよね。はい 平沼高校っていうそこの横浜駅前の近くの高校なんですけどいや本当経済格差もありねあの在日のみんなの話もありまあ本当多様性にあふれている地域で育ったのでまあ大人になった今もおかげさまで別にみんなそれぞれでいいじゃんっていうねそういう,こう感覚が備わって大変こ,うこの港町に感謝をしています。で なので、横浜からいろいろ発信していくというのは、非常にこうありだと思うんですね。どうやっていろんな対立とか、を、こう。乗り越えというか、まあ認め合えというか、と、もに共制するのか。いろんなこう。暗さがあると思うんです。大賛成です。であと一方、もう一つの、まあ原発の話をいかにこう一般的なこうさまざまな問題に。こう広げる起点とできるかどうかというのは。 これも一番最初の冒頭に言った話につながるんですけども主語を細かく設定できるかどうかだと思うんですね原発,原発について考えましょうと言ってもですねいろんな切り口がやはりあるわけです、うん、再稼働の問題なのか地域の地域と中央の格差の話なのか それとも現在の廃炉に向けて非常にこう難航している様子なのか、えー、やはりこうそこで犠牲になってふるさとを追われる方々へのあり方なのかそのあり方もコミュニケーションの話なのか保障の話なのか制度の話なのかによっても全然違ってくるわけですね。なのでそ,そういう細かいその一つ主語を設けた途端にですね初めてそこから一般的なテーマっていうのは導き出せるんだと思うんですね。でこれやはり取材 船橋さんも最初にね現場の一人一人のっていう声からっていう心はここやっぱりこう真実やっぱりディテールに宿るというですねやはりそのこんなに大きな現場でもいざじゃあロケカメラを回そうと思った時には全体を撮っても何も伝わらないと思ってるんですそれよりも参加している今日最前列に座っているこの女性はっていうところから入ろうとやっぱり思うわけですよ。そそうなっててくると初めてそこから周辺にじゃあ どうういいっった状況が広が広てくるるののかとは見えるというまあこういうことをやってきてるわけなのでぜひだから皆さんの中でもそうしたそのみんなに議論を呼び起こしたいときには必ずその一番小さな事実から語り始めるっていうところで、えー、広げていっていただけたらいいなと思っています。 ものすごいでも回数が必要になりますね1個ずつ1個ずつやっぱりでも丁寧にだ,だからこそその民主主義は時間がかかるしうう、ね、だからこそそこが一つ一つ変わっていくと大きいですよでさらにそういう細かな参入する窓がたくさんあった方がいいんです、うん、それに興味がある人が排除しなくて済むからです一、うん、つの大きな入り口しかなくて私そっちいいわと思ったらもう誰も入ってこないんですけどうん、うん、この問題ならじゃあ私関われるわって この問題なら、あ俺も関係あるわ、小さいやっぱり議論の窓をいっぱい設けるっていうことが、やがて大きなムーブメントを作ることになると思ってますさあ、9時になってしまいましたけれども、じゃあ、最後に坂本健さん。あ<の> <laughs> 最後にというのが非常にあれなんですけども倉石監督と、ね、堀さん、まあ、今お話 <laughs> ほとんどあの原発に関することについてもしてくださいましたけど、えーとまあ、私は避難者というか被害者の立場として、まあ、自分が何できるのかなというところでの話になってしまいますがやっぱりこうして横浜に来てつながった人たち今目の前にいる人たちにどう伝えられるか。 なんんだと思うんですね自分の状況も含めて今起きていること今困っていることうーんまあ、原発事故当時のことも含めてですけどそうしたことをちゃんと伝える、えー、とそれは自分が被害者だから伝えるっていうことだけではなくて、えー、やっぱり国難である事故が起きたまたその事故を起こしてはならない原発自体もやはり、えー まあ人類にとってねなくさなきゃなんないものだっていうのは皆さん分かることだから実際に起きたらどういうことになるのかってことをまあ日々伝える自分の身を隠さないこと、うん、自分の存在を隠,、まあ、隠さないっていうか社会的にその認知されてないっていう避難者被害者としての認知が得られてない人たちが大勢います、うん、だけれども、まあ、それをこう我が身を何だろうな守るために口を閉ざすんじゃなくて守るために 話すっていうことをましていかなければならないんだろうなっていうふうには思っています。非常にま辛いところではありますけどね。だから私は区域内の人間なので、被害を受けている人たちがきちっとそれができるような状況を作れるようにするのにはどうするのかどうできるのかってことで、うん、あのまあ、ネットワークをまず作って、えー、全体の被害を受けている人たちの権利がちゃんと守られるようにしたいなっていうことでまあ、日々。 取り組んでるかなっていうあの偉そうにもこんなところで話をできるようなものじゃなくてもともとただのサラリーマンですから私はあのですけれど当事者になったから分かったことがあって当事者になったからやれることがあってということでやってます、うん、はい、はいはい、ありりががとうございますさあ、ね、盛り上がっちゃいますねあ,のあっという間にもくじを回ってしまいましたけどもいかがでしたか皆さん楽しんでいただ楽しむ話ではないかもしれないですけど非常に僕は勉強になったかなと。 であのー、じゃあ、ですね1回ここで9時に時間になりましたんで最後にちょっと僕の方で、う、え、で、ーまあ、これをちょっと皆さんに聞きたいなとやっぱり今のお話聞いててもやっぱそれは大事なものは意識が大切で勉強することが大切で細かい議論の場作りが必要だって、まあ、やることはたくさんあってそれこそ小さい議論は原発から集団的自衛権各社からもいくらでもあるんですよね。だからやっっぱりいいかかにそれをたくさん作っていけるか といううのはすごく大事だと思うし、あのー、僕らとしてはチームリンクスで4年間やってきた中で今回初めてその新しい仲間が「柳澤さんこういうの声でやりませんか?」ということでえ実現した先月の「デモクラシー道場」というのは僕にとってみるとすごくあのすごい力強い応援になったんですねああやってて無駄じゃなかったと何かちょっというといろいろやろうよっていうふうに声をかけて立ち上がってくる人たちが増えたのは事実なので。 でね、あの横浜の放射能のおせんいのことでも知らなかったお母さんたちがやっぱり協力をしてくれて動くようになったりとかそういう流れがすごくたくさんできてる実感は感じてるんでまあ手間はかかるし大変なんですけどそういう人たちがまあできてきてるのも事実なんで一緒につながっていけたらなってすごく思うし。うん あ,のね、あと熱を伝えていくことですよね、うん、やっぱりその自分がこれだけ調べたこれだけ思うってなったらそ,う、ね、それを人に隣の友達でもいいしそうそう家族でもいいかそれができることだと思います熱を伝えていくとみんな主体性がこう伝播してきますから監督が言ったようにやっぱり相手側のことも考えないといけないっていう,もう前はもう僕はどうなんだどうなんだどうなんだしかやってなかったんですけど。 もう3年経っていや、じゃああんたの言うこと聞くからじゃあ話しようよっていうスタンスにちょっとシフトチェンジしてるんですね、やっぱそれはあの、それを実現するのがデモクラシーっていう考え方が、やっぱすごく僕はしっくりくると思うし、本当の民主主義って僕自身も分からないんで、そこを一緒に勉強していく中で、やっぱり議論を重ねていくしかないかなと、まあ,あのでも今、あの前回、デモクラシー道場をやった角野君と志村さん、堀さんも監督もあの坂本さんも、次回また来てくれるっていう。 ここであのか確約させちゃうっていう僕らの手なんですけど、まあ、そういう形でねご協力いただいてどんどん進めていければいいと思うんでね皆さんもぜひあ,のあなたができるアクションは何かっていうことを一緒にもう話ができるような関係性を作っていきたいなと思います。 でえー、じゃあ、これで今日は最後、締めさせていただきます、えー、と一応、今日ですね、えー、周りでユースト配信とかカメラをやってくれた横浜市民放送局の皆さん、そして、えー、この場所を提供していただいたニテヒワークスの皆さん、これ、あの40年間たった金融機関をリノベーションしたという、ものすごいかっこいい、あのおしゃれな、後ろであのカウンターの中にいる稲吉さんがオーナーで、あちらがあの空間デザイナーということで、全部リノベーションされています。 えー、その他、えー、今日パンを販売してくれた小宮先生はじめ、す、え、べ、ー、ての皆さんに、えー、ありがとうございましたと申し上げるとともに、えー、これで終わりでなく、えー、じゃあ、どうやって次会うかとあので、リンクスだけに任せないでください、僕らも大変なんで、一緒に手伝ってくれる仲間、増えれば増えるほどやりやすくなりますし、もっともっとあの話ができるようになると思います。はい えー、あっという間に2時間でしたけどごめんなさいもっと映画の話もしたいんだけど、まあ、朝まで議論やりましょうよあの船橋監督が2年前からもう朝までかかってやろうよって言ってるんだよねそうそうそう朝まで大丈夫みんなが来てくれればできるからねじゃあいで皆さん朝まで今度やりましょうやりますかはいじゃあいっ、えー、これで、えー、2 o r e e のリニューヨンを、えー、終了させていただきますで、あの会場9時半ぐらいまで稲吉さん大丈夫大丈夫ですか 9時半ぐらいまでで、えー、一応追い出しをさせていただきたいと思います撤収になりますので、えー、こちらで終了させていただきます本日はどうもありがとうございました